日はケアマネージャーを紡ぐ会福岡支部木村です。今日はケアマネージャーに向いていないと感じる時をインターネットから集めてみました。コミュニケーションがうまくいかない、ケアマネージャーの業務で欠かせない人間関係の問題で悩みを抱える人が多いようです。ケアマネージャーは業務の中でご利用者様やご家族との面談、職場や外部機関への連絡調整を行うので、高いコミュニケーション能力が必要になります。ご利用者様が難しい人で関係性の構築が難しかったり、介護サービスの利用に難色を示して同意を得られなかったり、外部機関との連携がうまく取れなかったりなど、コミュニケーションに悩みを抱えることが多いようです。